校内研修プログラム開発実践部門より多様な子どもを認め合う研修静岡県藤枝市立藤枝中学校小川和人様よろしくお願いします静岡県藤枝市立藤枝中学校の小川ですよろしくお願いします本校では特別な教育的支援を必要とする生徒だけではなくすべての生徒に対する指導の充実のために 平成28、29年度に生活しやすい環境づくり、学習しやすい環境づくりを柱として、基礎的環境整備の充実に向けた取り組み、以降、富士中 UD を組織的に推進してきました。成果として、環境整備が充実し、生徒の落ち着きにつながりました。一方で、富士中 UD が浸透したように見えていても、実態把握が不十分だったり、 生徒の困難さを十分にに理解ししたたた取りりりり組みととなななっっていいかったりするという課題が浮き彫りになりましたそこで、これまでの取り組みに加えて、生徒の多様な困難さについて改めて見つめ直す、児童・生徒理解の充実に向けた取り組みを関連づける必要があると考えました。ここで、教員組織としての共通の視点、これまでの理解を問い直すための視点として、特別支援教育の視点を位置づけました。 また、これまでの知識伝達型の研修ではなく、教員がどのように学ぶのかにも注目して、教員同士で深め合うことのできる校内研修への質的転換を図りました。平成30年度の取り組みとして、国立特別支援教育総合研究所の地域実践研究の一環として、校内研修モデルを開発、実践しました。概要として 50分間のの研研修修回をササイイククルルととししてましたまず、疑似体験を通して、今までの理解や気づきの問い直しを行う研修。次に、困難さへの理解を踏まえて、実態把握や授業実践を行う期間の設定が重要な要素であると考えて位置づけました。そして、教員の多様な気づきによって深める教義の研修。 この流れを一つのサイクルとしました。多くの学校で活用できるように各校の教員が運営することをイメージして冊子にまとめました。令和元年度には市内小中学校に配布されました。2年目の活動となる令和元年度には校内研修モデルの冊子を活用して学校の実態に合わせて変更・調整できるような持続可能な取り組みとしての検証を行いました。 特別支援学級担任が運営、信任者を対象として2サイクル実施、競技の1回に関しては全職員で実践を行いました。研修による教員の特別支援教育の視点を意識した関わりの変化を確認するために、研修やアンケート調査は間隔を空けて行いました。平成30年度の全職員 令和元年度の新任者を対象としたアンケートでは回数を重ねるごとに意識の割合が上昇していきましたさらに2年間の継続教員もの結果も高く維持されていますツーサイクルおよび年度を超えた意識の醸成による成果と考えますまた数値による量的な成果だけではなく富士中有利へのさらなる理解意識の循環組織的な学校力 等の質的な成果につながる感想が得られました本実践を通して本校では冊子を活用し内容を変更調整しても一定の成果を得ることができましたこれは年度を超えた取り組みまた他の学校地域にも還元できるのではないかと考えます次に校内研修の在り方ですこれまでの知識や理解を改めて問い直すこと 子どもの姿と重ね合わせること、教員集団で深めたこと、この過程に学びの深まりがありました。最後に学校力です。協議の場面においては、生徒指導上の課題や不登校等の多様な背景の生徒の話題が上がりました。特別支援教育の視点による児童生徒理解の充実は、複雑化する学校課題の組織的な対応につながると考えます。 大切なことは分かっていますでは、どのようにその理解を深めるのか。そのためには知識・技能だけではなく、教員の見方・考え方、思考力・判断力・表現力を伴った学校・組織・教員としての学び方も重要です。予測が困難な社会を生きるのは大人も同じです。これからも子ども子とともに 仲間とともに教員自らが学び続ける日々が大切なのだと改めて実感していますご清聴ありがとうございました